はい。ミディ CC の解説となります。i ディ CC はですね、コントロールチェンジの略となりまして、例えばこのミ d i の中見てみましょうか。こんな感じ。音程とか、そしてですね、音の高さ、そして強弱とか。こんな感じでですね、様々な情報を含んでいます。で、この他にもですね、こちらをクリックするとわかるんですけども、こんな感じ。CC と書いてまして、例えば CC1 番だとモジュレーションをコントロールできますとか、CC7 番だとボリューム、CC10 番だとパンとか、 このあたりはどのミディ企画でも共通となっています。他のですね、空きチャンネルを利用してですね、ソフト申請に割り当てることもできます。この流れちょっと見てみましょうか。例えばですね、今、コンタクトというソフト申請を使用しています。で、ここでですね、コンタクトの場合、オートというものを選択して、こちら、ミディオートメーションとやると、今0から127というふうにですね、表示されています。 で、今状態がこう右に出てまして、not assigned 要は登録されてませんと出てます。で、これをですね、登録したいものにですね、割り当てることができます。ちょっとやってみますと、この CC0 番を、こんな感じでドラッグ。例えば中にかけます。と。そうしますと CC0 番がですね、中に変わると。で、こちらダウンの方を戻りますと、CC00 番ないので、こっち設定。そして00をですね、表示させましょうか。こんな感じで表示という形になります。 この辺りはですね、デザインダウでこのように表示形式を切り替えることができますので、足りない部分は補足してください。で、ここですね、クリックしますと今の0出てきて、あとはですね、これを入力していけば、こんな感じで書いていきます。そうしますと、ピッチもですね、これで、はい、動いているのがわかるかと思います。こんな感じでですね、チャンネルを関連づけることによって、まあ、あらゆるものを動かすことができると。まあ、非常に便利なのがこの MIDI CC となりますね。あともう一つ、例えば、MIDI 機器あります。 ミ i 機器というだけあってですね、音程を扱うだけではなくて、こんな感じですね。あらゆるボタンにこう CC が割り当てられています。もちろんこの CC、今46になってますけども、これを45番にですね、変えることなんかもできるという感じです。で、今ですと46番、これに割り当てられていますので、例えばこう46番のつまみを動かすと、ここのですね、46番が反応してくるという感じでですね、ミリ機器というのもこちら CC でコントロールされているというのをちょっと覚えていただければと思います。 といった感じで今回ですね、CC の解説、これで終わらせていただきます。